YouTube の皆さん、岡田ヒロです。俺今ですね、東武東上線の北池袋駅のにいるんですけど、俺今北池袋駅の、こちらの踏切に来ているんですね。皆さん、この踏切なんですけどご存知でしょうかね。実はこの踏切、東武東上線で有数の開かずの踏切で有名なんですね。今ちょうど鳴り始めて閉まったところなんですけども、東武東上線で最強の開かずの踏切なんですよ、ここ。で、なんで開かずの踏切かっていうと、実はこの踏切は埼京線と東武東上線が共同でコラボで共同使用している踏切で、もう本当にこの踏切、お、オレンジ、お、5万系来た、5万系。実はこの踏切は埼京線と東武東上線が共同で使用している踏切で、東武東上線でも有数の開かずの踏切なんですね。で、この踏切の向こう側なんですけど、この向こう側の線路は日本一混雑が最強な鉄道で有名な埼京線の踏切なんですね。この向こう側の日本の線路ですね、向こう側の日本の線路が埼京線で、お、今埼京線来ましたね。で、こちらの手前の2本の線路は東武東上線の線路になってるんですね。まあ埼京線も日本一混雑が最強の JR 線で有名ですからね。まあ東武東上線とコラボで共同使用していたら、これはもう開かずの踏切しか言いようがないですね。で、こちら踏切の真ん中にはですね、危険止まるなって大きい文字で表してますね。止まるな危険って書いてありますね。なんか北大宮よりもやばそうですね。で、今ですね、ちょうど各駅停車の1番30系が出発ですね。まあ、せっかく来たんだからね、この北池袋の開かずの踏切はじっくり実況レポートしていきたいですね。開いてくれるかな。あ、また電車来るんだ。うわ、今度は東上線、埼京線、どっちなんだろう。いやー、これぞ開かずの踏切ですよね。まだなりっぱなしですよ。多分埼京線だと思うんですけども、あ、これ踏切にはですね、警告の看板がこちらにありますね。あー、鉄道敷地内に入ると危険なので道路をお回りください。違反した場合は法律により罰せられますって。うわー、厳しいですね、これは。こう表してるんですけど、いや、本当にここ埼京線も通ってるから本当に渡れないですね。お、3万系だ。わ、3万系。うわー、3万系が来たよ。あー、これ元伊勢崎に、日光伊勢崎スカイツリーラインの3万系ですかね。いやー、3万系久しぶりですね。あー、次埼京線が来るんか。いや、本当になりっぱなしですね。お、埼京線だ。いやー、いつになっても渡れないな。これが開かずの踏切ですよね。あー、向こう側踏切待ちが長いせいで滞留しちゃいましたね。ではちょっと渡ってみましょう。
いや本当にここ通行人や通行人や車などの交通量多いですね。すごいなこの見切り、危ない危ない。いやすごいな。あー踏切ここ坂になってんだ。うわ坂になってるよこの踏切、すごいな。いや危ねえな。はい、なんとか渡りきれたんですけど、こちらがちょうど埼京線側の踏切になりますね。こちらがちょうど JR 埼京線側の踏切なんですけども、こちら埼京線側の踏切の前はこんな風になってるんですね。こちらが埼京線側の踏切の前の通りはこんな風になってるんですけど、やっぱりそうですよね、開かずの踏切だからな、踏切の鳴っている時間が、踏切が長いほど長くなってれば、本当に車や通行人や自転車がすごい滞留しますよね。これぞ開かずですよね本当に。でこの踏切を避けられるように、こちらですね、自由通路が設けられて、自由地下道が通るか設けられているんですね。あ踏切がいつになっても渡れないんだったら、こちらのひばりがや地下道を通るということになってるんですね。こちらがひばりがや地下道があるんですけども、いやー危ねえなこの踏切。これ皆さんはどう思いますかね、開かずの踏切なんですけども、何線が来るんかな、埼京線東上線どっちだろう。あ東上線だ。おまた三万系が来た。うわ両方来んのかよ嘘。いやうわ両方来んのか。あこれ第一ひばりがや踏切っていうんですね。今気がついたんですけど、第一ひばりがや踏切っていうんですね。この路線赤羽線なんだ。赤羽線って確か埼京線だよね正式には。うわ両方来るんだ、これじゃ本当開かずですよね。竹の塚よりひどいかなここ。おお三万系がまた突っ越してったぞ。おお三万系、いや三万系なんですけど、最近スカイツリーラインで唯一最後まで生き残った三万系だ、たった一編成だけあるんですけど、もうすぐスカイツリーラインでたった一編成、唯一最後まで生き残った三万系、もうすぐ東武東上線に譲渡する予定ですね。おまた埼京線だ。うわ埼京線ダブルで来た、やべえすげえ埼京線ダブルで来たぞ。それでは開いたら渡ってみましょう。いやここ歩行者と自転車と交通量多いんで気をつけよう。でそして早速渡る踏切なんですけども、こちらは、埼京線の線路になってますね。この左側の線路なんですけど、こちらが埼京線の線路になってるんですね。こちらが埼京線の、赤羽方面の線路で、でこちらの向こうが、池袋。うわやべなってた、やべやべ踏切閉まっちゃう、危ない危ない、やべやべやべ、うわこれ危ねえな、やべやべ踏切になっちゃったよ、危ない危ない危ない、あ危ない危ねえ、あ危ねえ、うわこれ踏切内いる時間、踏切内長いする余裕がないなこれ。でそしてこちらの踏切、こちらが、東武東上線側の踏切になるんですけども、東武東上線側の、踏切の前の通りはこんな風になってるんですね。東武東上線の東武東上線側の踏切がこんな風になってて、でこちらに、北池袋駅の駅舎があるんですね。いや駅舎出たら駅舎の前が開かずの踏切でやばいですね。
これが東部で言えば竹の塚ですよ。で、先ほどのひばりがや地下道がこういう風になってる、ひばりがや地下道があるんですね。いやー、これ本当に危なくてやばいな。おまけに通りも狭いですよね。あ、三万系が来ましたね。先ほどすれ違った三万系。いや、伊勢崎線の三万系みんな東上線譲渡しましたよね。まあこれ半蔵門線にも乗り入れていたんですけど、今唯一最後まで生き残った三万系、もうすぐ東上線に譲渡なんで、伊勢崎線からはもう消滅ですね。撤退です。おお、三万系が出発してった。あ、埼京線がまた来たぞ。おお、で、ちなみにですね、こちらが北池袋駅のホームになりますね。で、こちらが、東武東上線のこちらが東武東上線の 北池袋駅のホームになりますね。ホームは一面二線になってまして、なんか北大宮って思い出しますよね。で、こちらの踏切内には止まるな危険って書いてありますね。いかにも開かずの踏切だってことを物語ってますよね。いや、止まるな危険って書いてあるんですけど、これは恐ろしいですね。いや、相当東部でも有数の開かずの踏切であるってことを物語ってますよね。あ、本当に踏切内には止まらないでくださいって本当書いてありますね。ここは危ないんだな。で、そしてこちらが東武東上線川越市方面の線路になりますね。こんな風になってて、で、こちらが先ほど話した池袋駅、北池袋駅のホームで、この向こうが池袋方面になりますね。です。で、ここは坂になってるんですね。危ないな。で、踏切なんですけど、これ坂、こちら坂になってるんで気をつけないと。うお、危ない危ない。うわ、まとまっちゃった。危ねえ危ねえ。危ねえ危ねえ。危ねえ危ねえ。危ねえ。あー、なんか、うわ、危ないな。いや、危ないな。いや、マジで危ないな、この踏切。いや、危ねえな。危ねえな、この踏切。いやー、これぞ開かずですよね。あー、危ねえ。これすぐ電車が来るんで、踏切内のレポートは長いができねえな。いや、本当にすごいよな、この踏切。なんだ、東上線が来るんかな、何線が来るかな、埼京線が来るんか。お、東上線か。お、5万系だ。うわ、埼京線が来た、次は。うわ、次、埼京線かい。うわわわ、埼京線が来たよ。いやー、いつになっても踏切開かないんじゃ、やばいな、これ。うわ、また来るんけ。うわー、いつになっても渡れねえな。これが開かず踏切だよな、さすが。すごいな、この踏切。しかも埼京線と東武東上線の、そう、線路の境目は坂になってるんですよね。
これ危ねえな本当に。これ確かにあれ亡き総持寺踏切だっけ、神奈川県の総持寺踏切ってあれなんか相当波打っているデコボコ踏切ですごい有名だったんですよね。